こんにちは。続きましてですね、今日は3、4年生の校室、普通の方の校室です。いつも通りのやつですね。昇級試験は先ほど取りましたので普通の方書きます。こちら、日曜日はお父さんと買い物に行きました。こちらの文章ですが、日とか多いですね今回ね。さっきの昇級試験にも出てきたし、今回の日曜日っていうのもあるので、ここで四角いこの字をしっかりとねマスターしましょう。今後っていうか、たくさん出てきます。漢字はね組み合わせなので、日とか口とかほらたくさん出てくるでしょ。ちょっと拡大しましょうか。こっちかな。基本的なところなんですが、復習も兼ねて、この第一画目です。第一画目はこちら側の右のこの線よりも短いですよね。で、こちら側縦の線が出ます。少しまずはだから一画目を目いっぱい長くしちゃったら右がそれ以上できなくなっちゃうので、少しだけ短めにします、この時点で。で、2画目の接続はちょっとこれ下からなんですけど、もうちょっと上でもいいです。上から来るようにで、ふっくらさせることで、こういうところはしっかりめですよ。しっかり入れてください。で、こういうふうにしぼんできちゃダメですよ。つぼまないようにしてどっしりと構える。で、その時に毛筆とかではよくやるんですけど、こうしてこういうライン、これまでやっちゃうとね、ちょっと月とかだったらいいんですけどね、これだとねやりすぎなんですね。だからね、もう寸胴な感じでこうしっかり入れたら、ちょっと戻るぐらいな感じでギュッて持ってくるといいです。こういう風に持ってこれるといいですね。見えてないかな。もう一回こう書いたらギュッと入れて、ギュッと少しへこませながらまっすぐ下ろす。ちょっとこのへこみが見えるといいですね。こういうところ、よく見るとまっすぐじゃないねっていうところです。そう、これがそれでね、こちらがちょっと長いでしょ今。で、真ん中の線はじゃあどこを2等分すればいいのかって話なんですけど、こっち見ちゃダメです。こっちの線を2等分するって思って、スタートラインがここ、今こういう風に2等分にしてみましたよね。したらスタートがここで、やや上に向かっていけばいいんです。下がんないようにしてください。こっからこういう感じで持ってきたら自然です。で、ここからこう、下はね、ここはねあんまり上がらない方がいいです。最終角なので、ここ真ん中もそんなに上がる必要ないですよ。まっすぐできればいいんですけど、人ってほらまっすぐまっすぐって思うとね、意外と下がったりするんですよ。だからやや上ぐらいかなって思ってるぐらいで結構まっすぐだったりするので、そのぐらいな感じで思ってください。あんまりやりすぎは良くないですけど、ちょっと下に下がっちゃうのはもっと良くないかな。で、ここにも火が出てきます。今度火は単体の火じゃなくて、これ火片になった時の火ですよね。火片になった時の火は長いです。でも基本的な先ほどのこちらが長くっていうのはあまり変わらないです。こう来てこうね、こっからで辺になった時、よりこちらがこういう風に出て上に上がる場合があります。これ辺だからですよ。下からこう上がる、もちろんそんなに上がんないで普通にやってもいいんですけど、まあ辺なのでね、ちょっと上がっときましょう。で、曜日のようこういうね、同じものが2つ連なってある場合もね、こうちょっと上に上がっていきます。こういう風にライン的にはこう上がって書きたいので、1個目はそんなに上からやっちゃうと次がね書けなくなりますから、あと大きさもそうです。2個目の方がちょっと大きいぐらいで構いません。こうね。で、下フルトリがきます。フルトリの書き方、1、2、ここを長めにします。ここで次は3、4、短め。5、もっと短め。ここより短いですよね。このね、位置関係覚えてください。長くて短い。で、5でしょ ?6、7、もうピッピッてもう、普通に全部同じようにね、やります。
で最後はギューッとちょっと長めです。でね、ここももうちょっと出るといいですね。ここが出て、ここがすごく出て、こんな感じですね。そうなると綺麗です。はい、火がもう一回いきますね。できなかった子はここでリベンジをかけてください。こんな感じでやるといいかな。こうこんな感じです。うん、ここね出るんですよ。わっ、お父さん、おです。こうね、ここちょっとだけ内側に入ると回りやすい。父っていう字ですけどね、この上の部分、これがね歯の部分をしっかり開く、このぐらいな感じで開いてあげるといいです。これがねこうに、ね、なっちゃうとねダメなので、ここをねしっかり入れて横でこう、このぐらいで右が上にあってこうきますよね。でこういう感じで持ってきます。この位置関係もまたできるといいですね。はい、3、ひらがなでさーは長く、ここ一画目長く逆三角形をイメージしてください。こういう感じですね。これ上、あの一画目短いとこんな感じになって、ちょっとなんかね四角っぽくなっちゃうんですよ。逆三角形にするには第一画目がねちゃんと長くできてること。はい、運は小さくならないようにここを広く取るとね大きく見えます。ひらがなは空間ですからね、空間を大きく取ること。そう、ここがあまり長くなりすぎないようにしましょう。次、買うという字です。買うってね頭でっかちでいいんですよ。ここしっかり締めてギュッと、こうギュッと同じように入ってあげて、トントンと、ここを同じようにあの均等に割り付けるような感じですね。で、じゃあ貝はどこ、貝っていうか下の部分のね貝はどこからどうやって書けばいいのかって言ったら、ここです。ここに合わせる、こっちじゃないですよ。ここにやるとね太っちゃうので、ここに隙間作るようにしたいんですよ。ここに隙間だからここね。あ、それからこの火っていう字の応用がこの貝なんですけど、先ほどと一緒でこちら側を短めにします。でこうふわっとさせて、しっかりここねしっかり入れといて、こう持ってくるでしょ。でその時にややこっちが長い、右側が少しだけ、下が狭いのでちょっとだけでいいです。で中の棒はもう火の時よりもより狭いから、もっともっと慎重にあの下がってこないようにしたいですね。ほらこれで OK。少し上がってるからここね出るんですよ。そうで最後も上がっていいです。なぜなら最後まだこれとこれが残ってるので、最終角はこの子、これがギューッと持ってきてしっかり引っ張ってくれれば字は安定します。でこの開き具合すごいでしょ。こうやってほらお父さんって書いた時の父っていう字の歯の部分と一緒するかな。これこれの部分がここに使われてますよね。この入りもここギュッてして横へ、でこれもギュッてするような、ね、ここねしっかりやりましょう。この火っていう字の応用、これねしっかり見てほしいところですね。はい、いいです。こういうふうに寝かせて、意外とね寝かせるのが苦手な子多いので、こう寝かせて、寝かせるっていうことは内側に入んなきゃいけないんだよ。内側に入ってきてこうね、入りが甘いと寝かせられないのでね、そこですね。はい、次ですよ。1、2、3、上出ます。このこの関係こう1、2、3、4は下から上でもっと上、これ作り側なのでこれ上から出したいんです。これ
で大きく見せます。ここふっくらさせてギュッ、しっかり立てといて内側に入って、ここを広くさせてあげる。広くしといて最後ピッピッて、2本目の方がちょっと長めですね。買い物に、そう、2っていうのはこちら側に少し余裕が出てくるといいです。1本の棒に対してこうですね。元の字はこれです。ひとしっていう字ですね。たまにお名前で見かけますかね。行きました。はい、行人弁の書き方、ここ合わせます。飛び出さない。2画目が意外とこの辺から入ってる子も多いんですけどね、縦に並ぶと思ってください。1列にピシッと、そうで、これ漢数字の2と一緒、ギュッとギュッギュッと差をつけます。でこちらにあの隙間を作りたいので、ここベタッとでもつけるよりはグッと気質を入れてあげると、ベタッてついてるように見えないんですよ。ほら、ちょっと隙間空いてるように見えません？こういうあの接続の仕方が綺麗です。木ですよ。真ん中貫いて横へ跳ねる。ここ横ですよ、横。これがね、こう下に行っちゃうとこうなっちゃうからダメですね。横に跳ねました。ふっくら、下からふっくらと、しっかり横幅をここね出しましょう。した1、2、3、4、こんな感じです。さっき3年って書いたかな、小3だったので小4にしましょう。4ね、難しいですよ。新学年4年生5年生とかね、あの難しいですね。6年生もそうですけど、4、これはね縦幅があまりなく、こういう感じで横に広く取るようにするとね、かっこいいです。それから隙間をね、こういうとこ見てください。ここに隙間あるんです。眉間みたいな、眉毛と眉毛の間のような感じですけど、ここ潰さないようにしましょう。それからここです。ここの隙間にも注意。ここの長さとここの長さがきっと一緒ぐらいですね。2等分。ここもそうですよ。ここの長さとここの長さで、こういうところを見てあげるといいですね。はい、空間にちょっと注目しましょう。3、4年生。はい、では失礼します。